生徒は3人来ているはずです。3人。申し訳ありませんが、お願いします。わかりましたよ。じゃあ探してみましょうか。おおおお、地震。おお、あれに潰されたらどないすんねん。すごいな。この地震、勘のいい男。あんまりね、このゲーム意外と普通の NPC に喋ってもあんまり何もないのかもしれないな。おお、超えた。じゃあまず生徒を探してみようか。わ、びっくりした。人間かと思ったよ。あ、上に登れるよ。あら。急にメッセージが、非常持ち出し袋をはじめとするリュック類は災害時の必需品ですと。うん。装備することでアイテムを取得することができます。泥酔装備しておきましょう。あ、これ上に登ろうとしたのにわざわざ押し出して、お、収納量20、リュックを取り替え、やったぜ。いいね。あの青いマークがアイテムなんですね。はい、こんにちは。アパレルストア。あけみさん？うわぁ、かわいそうだな。何か。この辺のもの開けれたりし、お、試着スペース。入りますか？入る。さて、何をしようか。あ、いろいろね。やれるんだね。身だしなみを整える。身だしなみを整えた。何見てんの？ナルシストだな、おい。ナルシストって何？え、これ着替えるって。あ、なるほど。あの、アイテムね、装備品を持ってないと着替えられないんだね。自分を見つめてうっとりする。なんだよその BGM。 モーションさっきと大して変わんねえし。もういい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 。本当に。まあとりあえず出ましょう。よし。ちょっとさっきの2階に行ってみたいな。2階に何かもしかするとこれアパレルショップっていうことなんだ。なんだよ防災マニュアル、リュック。はい。リュック。災害時に両手を開けておくことは、避難時の必須事項である。そのためにリュックを背負うのが有効であると。はい。不安定な瓦礫の中を歩くときにバランスが取れ、背中を落下物から守る効果もある。防災リュックはポケットが多いと様々なグッズを整理して持ち歩くことができる。またリュックの機能として、生地の防炎性能、防水性能、太い、肩紐があるといい。確かにそうだよね。なお、リュック内の物資の入れ方は、続きがあるのこれ。はいはい。重いものを入れる。上に入れると歩きやすい。なんか重いもの下に入れがちですけどね。そうなんだ。勉強になります。あ、アイテムある？これアイテムじゃないの？男性用水着を着用。ここで落としたのかしら。お素敵なコスチュームだな。なんだよ。水着で歩けるのかと思って。うわぁ、かわいそう。ん？お菓子をね、どこで落としたのかしら。うちの専属デザイナーを探しに倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、鍵。3階の鍵もデザイナーの明美さんもどこに行ったのかしら。鍵と明美さん。それ探せってこと？なんかこの服持っていけないんですか？あ！学生がいる。あいつらだな。遠くを見ている客。まだ揺れますね。お、イベント発生。青いベストの、後ろの彼女は何してんだ？うわぁ、濃いなぁ。化粧が。エリさん。どうします？買い物できそうにないですけど。買い物に来たんだ。そうね。どうします？絵に描いたような悪気。
あ、すいません、笑って。顔見て笑ってごめんなさい。あるよ。2745円もらったんだから。ひでみ。何よ。あたしたちになんかよ。お客様、どんな服をお探しですか？お客様、どんな服をお探しですか？何あんた。ここの店員じゃないわね。考え、ひでみ。お、エリさん。お、いろいろ選べるね。ここはちょっと優しく、いやー、まあ、優しく教えてあげますか。翡翠学園高校の生徒さん、先生が探していたよ。翡翠学園高校の生徒さん、先生が探していたよ、うん、どうでもいいけど、4代目結構声がおじさんだな。私たちの学校のエリさん、エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、日がね、日が。ああ、日が先生ね。私たちを心配してくださっているのかしら、ね、エリさん、もう絵に描いてあるのこのね、なんしたこのいじめ軍団のトップキャラですよね。そうですよね。わね。わかりましたわ。知らせてくれて。意外と引き分けがいい。ひでみ嫌いなんだ。エリさん、無事だと伝えてください。この女性は？あ、このエリさんたちとは関係ないんだ。試着スペース。お、なんか落ちてる。鍵。なんだ、ミリタリーコンパス。変えてみましょう。お、変わった。コンパスはプレイ中に方角を知ることができるアイテムですと。これもね、絶対絶命都市でも毎回、無駄にこのコンパスを変えれるという。はい。伝統ですね。ミリタリーコンパス。こっちは？あ、ドアを開ける。入ってみましょう。あ、開けれないんだ。鍵がかかっている。やはり当面の目標は、鍵を探すことだね。さらに上に行ってみましょう。いや、お、なんだ、どうした？思い詰めて。疲れたわ。もう何もかも嫌よ。地震でも、何でもいいから私の生活を変えて。え、この客とこの今のこのピアノの BGM は何も関係ないの？ただ悲しいだけか。わ、お、なんだこの商談風な。商談に訪れているビジネスマン。停電ですな。デザイナーの明美もいらっしゃらないようですし、本日の商談はここまでということですな。おい、明美さんすごいな。やっぱりみんなこの明美さんを探すべきでしょう。明美さんの鍵ね。開けれない。鍵？どこにあるの？いや、多分、明美さんが持ってんじゃねえかな。だからやっぱり、明美さんを、うん、探すべきだと思うので、もう軒並み喋っていくしかないか。明美っぽいやつに。明美っぽいやつを探して、話しかけて、明美を探す旅に出ます。あ、イベント発生しちゃった。あ、そっか、二人無事だったよって教えてあげるんだね。ひが、二人いたぜ。二人の無事を教えると。そうですか。無事で。優しいね、日が。毎回日がはね、優しいキャラなんですよ。私のこと信用していないんでしょうかね。そうかもね。そうかもしれない。やっぱり新任の先生ってのはね、なかなかやっぱりこう、まあ、難しい年頃ですからね、やっぱり高校生。心を許してくれないんでしょう。憧れの先生になれたのはいいんですけど。生徒とどう接すればいいのか分からなくて。はい、まあ、自分語りが始まっちゃいましたね。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど。おーおーおーおお、優しいじゃない。この仕事、あら、向いていないのか。この大地震の初対面の人に状況で、こんな愚痴を聞かせてしまって。そんな愚痴よりも、まず自分の命を、もう優しく言う、励ます、励ます、冷静に。まあ、日がは励まそうかな。
問題はあなたと生徒との接し方にあるんだと思う。問題はあなたの生徒との接し方にあるのだ。その手の角度は何なんだよ。びっくりしてんじゃねえか。そう思います。さっき見つけたのは2人って言いましたね。ああそうだ、3人って言ってたね。そばいなくなったの。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。いやじゃあ探してやろうか。探しましょうか。生徒と明美はどこかな。生徒と、おー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 、めっちゃヒットポイント減った。え、何あのストレスって。うーわ、お、結構なやつ落ちてきましたけど、人命は大丈夫でしょう。え、今のこのストレスって出た時は、え、どうなるの、どうなるの、どうなるの。お、ストレス3。なんだよ3って。今ストレスを感じてるってことなのか。倒れているビル塞いでいるって、進めないと。うわぁ、お前たち冷静だな。でも目の前にこのビルが降ってきたんよ。こっちじゃないってことなんだろうね。お、なんだろう。お、生徒、もう一人の生徒。あ、なんか気弱そうだな。でも眼鏡を取ったら、もしかしたら。はい、ようございます。やっと見つけたぞ、手間かけさがって。やっと見つけたぞ。指を刺すな。かけさせやがって4代目。ああごめんなさいごめんなさい、うちの4代目が怖いこと言ってしまって。あー泣いちゃったじゃない。山内さん、お、ひが、やっと見つけたぜ。どうした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 。比嘉先生。あ、秀美とエリさん。先生、それにひろこも無事でよかったです。なんだなんだ。あなたたちも。先生、これからどうしますか。最高だな。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。いこぶってんなこいつ。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど道は。あっち側が学校なんだ。あそこをくぐっていったら通れそうに見えませんか。エリさん悪い顔してんな。あそこをくぐっていけば向こうに出られるじゃないですかね。なるほどなるほど、そうだよね。そうですよね、服が汚れてしまうけど。なるほど、ね、エリさん、ちょっと危ないわよ。確かに、向こうに見られるかどうかもわからないし。確かに確かに、そういうことなら。うわ、最初に行って見てきてよ。秀美さん、それは意地悪だな。何言ってるの。ひろこ、わかりましたじゃねえよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。さすが名物キャラ。まあね、毎回絶対絶命都市が出ると比嘉先生は大災害に見舞われてますからね。お、任せてくださいと出る。教師が行くべきだという。冷静。エリさんにも言えるんだ。ヒデミにも言える。誰に任せようかな。俺はね、ヒデミに行かせたいね。いちいち立ち振る舞いが鼻につく彼女が行けばいいのではという。いちいち立ち振る舞いが鼻につく彼女が行けばいいんだ。4代目怒ってんな。誰のこと言ってんのよ。私のどこが。ねえエリさん。意見を求めるな、エリさんに。ああ、何何、結局どうなの。そうね、私たち翡翠学院の人たちもそんな荒々しいことエリさんできないわね。常にその手の角度だもん。私たち葵なんかついてんの。上品な校風ですからね。ちょ、てめえの面鏡で見たことあんのかよ。おっと、暴言でした。まあくぐれってことか。俺か、俺ってことか。
先生、先生行かない？行かないか。俺か。行くか。はい、くぐります。おうおお、こうやってね、一人称指定にもなるんですね。お、怖い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 。大丈夫？進んで大丈夫？もう進みきれた。よし、なんともないぜ。うわー、でも塞がってんだ。なるほど、そういうことか。あ、でも向こう側に進めそうだな。行けますね。あ、通ってきた。通んのかよ、結局お前たち。ここもすごいわね。あれをくぐらないといけないの。うわー、崩れてきたらやばいぜ。お、どうする4代目。お、ウィルさんとちょっと距離が近いな。お、ウィルさんどうすんの。なんでそっち行っちゃうんだよ。なんで手振ってくれんだよ。あ、バイバイって、ありがとうございましたってことか。あ、いなくなっちゃう。あ、いてられていた。あ、セーブポイントがあるね。なるほど、この辺は何かアイテムはございませんか。ございませんね。お、なんだ、どうした。うわ、めっちゃ大丈夫か。ぐ、自動車を降りたところで地面が揺れ、気がついたらここに座ってた。お、俺ってどうなってるんだ、教えてくれないか。え、どうなってるかもわかんないの。いやー、もうこれちょっと頭から出血してますよと心配そうに言ってみましょう。頭から出血。そうか、揺れて倒れるときに頭を打ったのか。道理で目の前がクラクラするわけだ。終わりかよ。終わりかよ、助けてやれよ。結構無残なゲームだな。お、セーブポイントか。気が進めるかしら。こういう時は先生についてくるものか。怖いわ。帰りたい。そうだよね。お、トラックの中にも入れる。多分たまにはこのトラックの中とかにもアイテム落ちていることなんでしょう。うん、もうこっちに進んじゃっていいのかな。ちょっとあけみさんが向こうにいなかったのかな。ちょっともう一回だけ戻って探索してみます。うん。わっ、すり抜けられる。いやいや、あけみ、あけみを探すんだ。あけみを、あけみを探すんだ。お、イベントが発生した。今ちょっとこう、さっきのエリアに戻ってきて、入ってなかったビルに入ったんですけど、ね、面接が延期だなんて。面接が延期？いいだろ。ごめんよ。え、どうしたの？4代目の威圧感半端ないな。君も面接ですか？いや、違います。あ、なるほど。もしかしたらこれ本当にそういう話になっちゃうのかな？そうだな、ちょっと言ってみようか。そうだよ、面接を受けに来たんだ。そうだよ、面接を受けに来たんだ、うんうんうん、ここは何の会社？面接延期になっちゃいましたね。そりゃそうだ、地震だよ。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。ずいぶんと打ち伏しがれてる。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。あー、そういうことか。関心はないが、つく、いや、まあ、かわいそうか。まあ、気になったので、ちょっと話を聞いてみましょうよ。どうした、若者。四代目が話を聞こう。見つめ合うな、お前たち。僕は、地方からこの会社を受けに来たんです。ほう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 。うちは、あまり経済的に余裕がないから。そういうことなんだね。お金を貯めて、志望もこの会社一社にしよう。わお、一社絞り。三次面接にたどり着いたんです。それなのに、あ、今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。あるあるですよね。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。大地震。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんなことはないでしょう。しょうがないよ。そんな彼の姿を見て
僕は四代目どうする？気の毒なというね、まあ、優しい青年だよね。頑張ってほしいな。彼が次の面接を辞退すれば入りやすくなるな。ついてないやつは何をやってもダメだよ。イラつくぜ。なんかあんまり面白そうなのがないな。いや、やっぱりここも素直にね、母親思いの優しい青年だな。母親思いの優しい青年だな。ただ感心するって。かわいそう。かわいそうだな、若者。どうなんの、この後。終わりかよ。終わりか。なるほどね。かわいそうに。延期になりました。お、出てきた。新しい面接を後日ご連絡いたします。今日のここまでの骨費はどうなるのでしょうか。もちろん、くれんの？やったぜ。6,700円。行ってみるか。行ってみるか、一か八か99,000円。おお、やったぜ。枠業。やった。おおいおいおい、あそこでもらえるぜ、もらえるぜ。教えてやろう。助けてくれてありがとう。種だ。種だ、信じ。忘れないよ。おーおー、めっちゃ増えた。悪行と善行をさ続けたら、そのバランスってどうなるの？ここか。悪行ポイントが圧倒的に高いっていうね。なんかさっきアイテムで、ラジコ、ああ、ラジコ、ラジコ。これ聞けんのかな？放送を聞く。身の安全を確保することを最優先にしてください。はい、倒壊している建物には注意してください、はい、上からの落下物に注意して身を守ってください、はい、それでは地震情報です。お、いろいろ聞ける。田中博文アナウンサーがお伝えします。誰だよ田中。地震情報です。はい、気象庁によりますと、いいわ、もういいわ、発生時刻は午前10時4分。え、震源地は川瀬県翡翠市。流れ続けるんだ。震源の深さは、面白いけど邪魔くさい。切りましょう、切りましょう。震源地の震度は震、まあ、ラジコね、僕も結構好きですね、携帯で。あの大好きな、あの有名な方のラジオとか結構聞きますね。ビルが倒れてすごかったよ。お、案内板。ああ、中止だよね。皆さんラジオとか聞きますかね。僕はもう昔から、はい、伊集院光さんのラジオがとっても大好きで、もう笑っちゃいますよね、本当大好き。ああ、このビルはこれだけか。明美さんいないな。今普通に歩いてただけなんですけど、死にました。あ、ただただ俺はアケビを探していただけなのに。これが絶対絶命都市ですよ、はい、急にね来るっていうね。気をつけましょう。でも人、うわー、すごい砂ぼっこり。いたしょ、人そこに。うわ。えげつな。うわー、これ気をつけていきたい。
お、選択肢になった。さっき喋ったことですよね。疲れたわ。もう何もかも嫌よ。地震でも何でもいいから私の生活を変えて。私が来たからもう大丈夫ですよとうさんくさそうに言う。私のことほっておいて。こんな時は、お、いろいろやるな。もっと甘い言葉で迫った方が良さそうだ。例えば、あなたは悪くないのです。さあ告白しましょう。え、当たった？何よ。お、なんだこのクイズは。うんじゃんか。会社の金を着服。合作してたの？お、例えばこの3階のスタッフ通路への鍵のこと。お、やったぜ。やったー、やったぜ。こんなところにあったのか。見つけられるかよ。よし、開けてみよう。はい。あれ？はい。アパレル事務所の鍵を開けた。よし、入ってみましょう。この事務所の中に、おお、視点が変わった。明美がいるんじゃないか？なんでこんな響くの？足音は。うわ、なんか怖いんですけど。うわ、なにこの、なに、暗くなった。びっくりした。うわ、びっくりさせないで。誰、誰なの？動けない。あら、明美さん。手を貸してちょうだい。ですよね。しゃがみ込んで相手の様子をじっくり観察する。気持ち悪いな、おい。嫉妬する。助けた後の見返りを要求。いや、これ助けたいな、助けたいな。嫉妬してみようか。綺麗な人だと嫉妬する。綺麗な人だ。眺めてないで助けてよ。正論、正論。よいしょ、よいしょ。助けて、助けて。助かったわ。あ、よかった。あれ、うちのスタッフじゃないの？そうですよ。あ、なんか結構美人だな。スタッフだと思っていたものだから。とにかくここは暗くて危ないから、怖い怖い、外に出た方が良さそうですね。いっぱいあるから怖いんだよ。もうゾンビでも出てきそうな雰囲気じゃん。でもせっかくの倉庫なんだからさ、何かアイテムとかは落ちてないかなって思うのがゲーマーの佐賀ですが、意外と何もないパターン。意外と何もないパターンでした。ない、出ようか。何か明美さんからもらえるかもしれない。明美さんかどうかわからないけどね、まだ。まあ明美さんで決定でしょう。商談してた人たちはいなくなっちゃった。あけみ、あら、あけみ。ずいぶん壊れちゃったの。そうなんですよ、大地震でね。あなたは？助けてくれてありがとう。いいえ、こちらこそ。何をくれるの？お、あけみさんって言える。要求してみようか。いや、これ優しい感じでいこう。怪我はない？大丈夫ですか、あけみさん。怪我はない、大丈夫ですか、あけみさん。優しいのね。優しいよ。あれ、なんか打ち解けたね。ところで、どうして私の名前知ってるよ。お前を探してたんだよ。みんなが探してる。あけみさんが
有名だからさ。あけみさんが有名だからさ。え、そうなんだ。ちょっと嬉しいかな。ずいぶんなんかくねくね系ですね。お、知ってくれてるんなら今さらって感じだけど。そうデザイナーのあけみさん。ここでデザイナーしてるあけみ。こんにちは。よろしくね。よろしくお願いします。あなたの名前教えてもらっていい？四代目組長です。これは面白くないな。ことさら気取った感じでなの。魅力的なオーラを。やっぱこれか。これか。魅力的なオーラを発しながら名乗る。出てねえよオーラ。引いてんじゃねえ。引いてんじゃねえか。それじゃあ私、みんなが心配してるから行くわね。あれ行っちゃった。あ、そうだ。こんな時だけど、うちの服気に入ったのがあったら試着してみてね。着たい着たい。じゃあね。これで、服が試着でき、ああここじゃないんだ、下の試着室できっと、うん、試着ができるんでしょう。ありがとうよ。ここ2階にやってきました。ここも開けれるのかな。開けれた。ここは多分アイテムとかがねあるでしょうよ。探索してみましょう。わあ、なんかなんで一時こうホラー感になる感じの、うわ怖い怖い。やったぜー。なんだこれ。ん、懐中電灯。もしかし、ああ間違った。懐中電灯をきっと装備すると、装備を手に持った、きっと、おー、照らせる照らせる、いいねいいね、はいはいはい。いやーもう逆に不気味だわ。お、懐中電灯。懐中電灯は明かりを確保するための定番防災グッズ。うん、豆電球の懐中電灯より LED の方が明るいと。うん、電池の、そう、 LED はね電力の消費が短いからね。うん、ヘッドを外すとランタンにもなる災害用懐中電灯もある。予備電池も忘れずに。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。また懐中電灯の明かりで生き埋めや、救助要請など自分の存在を外部へ示すこと。なるほど、そうだね。上空から察しやすい点滅ライトが有効であると。うん、スマートフォンのライト機能もありが、スマートフォンのバッテリー消費があまり、バッテリー消費してしまうので、うん、あまりおすすめしないと。防水懐中電灯もおすすめ。いや、今回その僕、北海道で地震がね、2018年あったんですけれども、懐中電灯は本当なくて困りましたね。なんかの景品でまたへくさいやつあったんですけど、まあ、光らないし、で、スマホのね、充電も気になっていたので、スマホのその、ライトもつけなかったんで、もう夜とか真っ暗でしたもんね。夜とかもう、だからもう、8時とかには寝てましたよね。停電中は。試着室があるので、じゃあせっかくだから試着してみようか。帰れないんかい。なんか試着室に服が置いてあるのかと思ったら試着できませんでした。え、この辺の服を取れるとかじゃなくて1階なのかな。あけみ、嘘はいかんよ。嘘は、さっき2階の試着室に行った時は着れなかったんでね。ここに服が置いてあるとか、持ってないの、なんだよ。なんだよ。あ、そっか、試着室を使ってねっていうのは服を着てねっていうことじゃないのか。なんだ。がっかりだわ。はい、戻ってきました。はい、あけみ探しの旅も、終わり。次回は先進んでいきたいと思います。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録高評価などしていただけますととっても嬉しいです。はい、それでは井戸田でした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、バイビー。